どうも西田渉です。本日なんですけれども、こちらのカメラですね、 EOS R5 ですね。こちらね、以前ノイズ問題についてねちょっとお話ししたんですけれども、そちらが結構ね反響があったので、引き続きね第2弾という形で、検証していこうかなと思っております。あくまでもですね、ノイズが出たからもうこの R5 自体がダメなカメラとかね、そういったことは一切ないんですよね。先日も僕白堀のスタジオでこれを使って人物撮影してきたんですけれども、とにかくねもうめちゃくちゃ素晴らしいカメラで、何が素晴らしいかっていうと AF のトラッキングですとか、そして ISO100、400 の間でレンジで撮影したんですが、本当にね素晴らしい描写性の解像感っていうところなのでね、 AF のトラッキングももう完璧で、一切ねピントを外すこともないとかっていう、ほぼね完全無欠なカメラであることは間違いないんですよね。ただ1点だけ、キヤノンがね常用感度 51,200 を謳っているのであれば、 ISO32,000 でね、以前見ていただいたあのノイズの出方はちょっとどうかなっていうところで、一つ問題定義をさせていただいたと。で、すでになんですけれども、動画でね見ていただいたあのデータですね、うちの息子のデータなんですけれども、それもすでにねキヤノンさんに送り済みで、商品開発の方でねそれを検証してもらっている段階です。なので、このね次また出す動画とかでその検証結果っていうところもね皆様にご報告できればというふうに今思っておりまして、なのでまだ引き続き進捗っていうところではまだね検証中っていうことなんです。ただ僕もね昨日その白堀で撮影した時にまたね 50mm の RF50mm の F1.2 をつけて、で同条件 51,200 で撮ったり 32,000 で撮ったりっていうして撮影してみたんですよね。そういった中で今日またねキャプチャーのその画面でノイズの出方とかカラーノイズのね雰囲気とかを見ていただこうかなと思ってます。まず結論から言うとですね、やはりこのカメラは ISO25,600 までで使っていくカメラかなっていうのがね一つ僕の中での現状の結論ではあると思います。でもこれから熱問題ですとか、このノイズのね乗り方対策っていうところもおそらくブラッシュアップされていくことによって改善される可能性があるっていうところなのでね、これが全ての結論、このカメラの今後も含めた全ての結論じゃないってことをねとにかく先に言っておきます。なのでとにかくいいカメラっていうことには間違いないんですよ。とにかくねもう使っている方はお分かりだと思うんですよね。なんでただこの1点のねカラーノイズの問題だけでこのカメラ R5 自体を全否定するようなねことはくれぐれもね、ないようにねお願いいたします。ただいかんせんね皆さん50万円のカメラっていうところで高いですよね。でまあ僕からすれば100万円のカメラとかね 1DS とかは100万円のカメラだったりしてたのでね、まあそういったものだろうっていう感覚はあるんですが、普通にね50万円のカメラを買うってなると完全無欠の本当にオールマイティで完璧なカメラを皆さんね望んでしまうというところもあると思うんですが、基本的にはねどういったカメラでもある程度のスペックの限界値っていうのはあるので、そこを踏まえた上でその中で何ができるかっていうところを考えて使っていく方がね健全であるかなと思います。オートフォーカスとかをね人物をとことんまでね目とか頭狙ってくれるので、本当に構図だけに集中できるようなね素晴らしいカメラであることには間違いないんですよ。実情僕ももう 5DSR、 そして 5D Mark III とかね、その一眼レフ機は終わらせてこの R5 をねフルで導入して使っていくことにね決めたんですよね。なので今後はその高感度の時にどう処理するかとか、その辺の問題は多少残りますけれども、そこはそれでね対策していけばいいかなと。そのボディ内手ブレ補正もかなり潤沢に効きますので、そういったところでのフォローの仕方っていうのも今後ね検証していく価値があるかなっていうふうに思っております。ではね早速なんですけれども、同条件で撮りました 51,200、32,000 とかね、それを RF50mm F1.2 をつけて撮ったデータをねご覧いただこうかなというふうに思っております。はい、早速なんですけれどもねデータご覧いただこうかなと思っております。もともとねこれ 51,200 ですね。で RF の 50mm で、1000分の 1F4 とかで撮ってるんですけれども、そもそもねここ自体が蛍光灯とねこのスタジオ自体が蛍光灯と、ハロゲンランプがミックスされる状況でかなり色再現性が厳しい状況ってことなんですよね。かなりそこをねご了承ください。で元々のデータはこんな感じです。もう黄色みがかって太陽光マークで撮ってたものですからね、こういった感じになってます。オートホワイトバランスでおそらく撮るとこういった感じであろうというところでねホワイトを撮り直しました。この辺のテーブルとかをねピックアップすることによってこういった感じですね、撮り直したって感じです。なので大体この辺が適正露出かなっていうふうにね思ったりしておりますね。こういった感じですね。オートホワイトで撮るとこういった感じと。であとはねこの辺ご覧いただこうかなと思っているのがこういった感じですね。51,200 で若干やはりこの辺のムラ感は出てますよね。ムラのノイズね。まあ、あとはどう考えるかなんですけど、この黒の締まり、黒の部分がやはりちょっと紫がかってくるっていうところにやはり違和感を感じざるを得ないというところはありますよね。この辺がかかってくると、まあ、一昔前のデジカメの描写だなっていうふうにね、僕はどうしても感じてしまうので、昔の GR の5年ぐらい前かな、5年以上前の、カメラとかだとこういった感じあったなって思い出すんですが、昨今のデジカメでね、ここまでちょっとカラーノイズが出るってなるとちょっとっていうところあるので、やはり、結論51200を使うのはちょっと用途とかで考えると厳しいかなって感じですよね。この辺ご覧いただくと分かると思うんですが、ね、紫っぽい、グリーンっぽいというところのかなりね、このノイズがちょっとモヤモヤしてますよね。この辺やっぱり51200が厳しいかなっていう。例えばね、こういったノイズであれば僕は問題ないと思っているんですよ。こういうグレースケールノイズのような形ね。これはね、本当に写実感というところの表現の一つになりますから、問題ないと。問題なのはこの辺ですね。まさに黒の部分の持ち上がったグラデーション、紫とグリーン。ここが混ざると、一気にね、写真のデータとして安っぽくなってしまうっていうのが問題かなと。そういった感じですね。で、続きまして、ここでね、25600ですね。そうなるとね、だいぶ緩和されたかなっていう感じがしてます。多少残りますが、先ほどまではないかなっていうところと、これ露出1段上げてますのでね、1段戻しますと、これを0にしますと、こういった感じ。こうなるとね、ご覧いただけますでしょうか。ね、もうほぼ問題ないですよね。こう持ち上がってきてる感じの、多少は細かく見れば、多少そういったものを感じますが、まあそれはもう誤差の範囲かなっていうところでね、これも0に持っていって、ハイライトをこう押さえてるので、こういった感じかな。こういった感じですかね。このぐらいかっていうところで考えると、まあ絵としては破綻してないですよね。まあ、大幅に、ね、持ち上げていくとそれは乗ってきますが、でもこうやって極端に持ち上げたところでもぐちゃぐちゃにはなってないですよね。先ほどの51200ほどはなってないということで、破綻はしていにくいかなっていうふうに考えてますね。カラーノイズを例えばこれで切っていった時にもね、結構抑えられるかなという感じはしてますよね。こういった感じなので、25600はやはりね、使っていけるかなっていう感じが僕の中でしております。あとはね、個人差がありますので、皆さんがどういうふうにお感じになられるかっていうところあるんですけれども、まあ持ち上げていった時にも、あとはコントラストでカバーしたり、ノイズ除去ですよね、それこそね、とか、クラリティを下げたりとかね、クラリティ下げる、カラーノイズを抑える、ルミナンスを抑えるっていう風にすれば、ある程度は見れるデータになるかなっていう感じはしてますよね。で、あと多少シャープでフォローするって感じですよね。シャープで、まあ、200とか持ち上げてって、でこの映像とかもね、ちゃんとそこそこ残ってますよね。こういった感じにすれば、ここの感じもまだらの感じも、まあ、そこまではね、嫌ではないですし、紫とグリーンのね、アンバランスな感じとかも、まあギリ大丈夫かなっていう感じで、やはり25600が一つの区切りかなというふうに僕は結論付けようかなと思ってます。で、この辺がね、32000、なんですよね。32000で1個見出したのがですね、R5 の場合なんですけれども、基本的にね、アンダーで撮るよりもハイライトの飛びはね、そこまで起こりにくい。もちろん露出警告すると飛んでるんですが、これでハイライトを抑えていけば抑えられるんですよ。すぐにね、すぐに抑えられることを考えると、約なんですけれども、撮る際にね、今までは僕大体プラマイ0で撮ってたんですよね。その露出が出た目の露出をね、露出系で。R5 の露出でね、なんですが、この露出をプラス3分の1もしくはプラス3分の2ぐらいでね、撮影しておくと、これが大体そういった感じなんですよ。ヒストグラムも結構こういった感じじゃないですか。で、これ1回0に戻しますけれども、こういった感じですよね。もうちょっとプラス気味で振っておくと、結構このね、ノイズの出方がかなりナチュラルなんですよね。この辺の部分も破綻しにくい。多少よく見ると紫グリーンがもやっとはしてるんですが、でも明らかに先ほどよりかいい感じなんですよね。この辺のカラーバランスとかも含めてね。これ32000、僕はこれからなんですけれども、ISO感度が高いなって思った時にはプラス3分の2ぐらいで撮影しておこうかなと思っております。こんな感じですね。で、あとはですね、カメラのセッティングですねを赤の2の項目の上から2番目ですね、ISO 感度に関する設定をですね、はい、こちらのオートの範囲っていうところを下限値を100、そして上限値をね 25,600 ということにねもう設定してしまおうかなというふうにね思っております。なので 32,000 とかリスクを、もう背負うんではなく、この R5 に関しては 5D Mark III のようにもう上限感度が 25,600 なんだって思ったカメラとして現状は使っていく。そして撮影する際にはプラス3分の2ぐらいでね撮影していく、露出補正でね、そのぐらいの意識で撮っておくとちょうどノイズと破綻しないデータ作りになるかなっていうふうに思っておりますね。なのであとはもちろんあれですよね、ファームアップですよね。ファームアップで例えば EOS R とかも、1.4 以降の、ね、ファームアップになってから劇的に神レベルのカメラになったんですよね。本当に別物になったと。なのでおそらくですが R5 そして R6 もねあるブレイクスルーが起こるようなファームアップがね今後ね起こり得る、あり得ると思っているんですよ。なので僕は現状先ほど申し上げたようにISOのオートの ISO に関しては上限を 25,600 に設定しておく。そして撮影する際の高い ISO になりそうだな、室内でかなり ISO 感度高いなと思ったらちょっとプラス3分の2ぐらいで撮影するという流れでね現状行ってみようかなと思っております。で先ほど申し上げたようにすでにねそのデータ自体、自分の息子のねかなりカラーノイズが出たものに関してはすでにキヤノンの商品開発の方にねご覧いただいているので、後日ねまたそれが検証結果、報告がフィードバック来たら皆様にもそれをお伝えしていこうかなと思っておりますので、ぜひね引き続き次のね動画もお待ちくださいというところでねご覧いただけたらと思っております。はい、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田亘でした。